こんにちは、競馬エイトの横山です、今週はですね、またね、G1 始まりますね、週末からね、天気予報はね、あいにくのようなんですけど、非常にね、あの高松の宮記念いいメンバー揃ったんでね、早速あの調教をチェックしていきたいと思います。まずはですね、関東馬から、全部触れていきたいと思います。キルロードですね、まあ、競馬使ってね、中2周なんでね、あの販路でそんなに速いところやってないんですけど、非常にあの硬さもなくて良、ね、いいかったですね、今日はね。今日木曜日追い切りだったんですけど、まあ、菊沢騎手とね、各馬場から非常にね、コンタクト取れて落ち着いてましたし、まあ、調教単走だったんですけど、もう最後ね、自分からはみ取ってね、ぐいぐい今日の感じね、本当綺麗に今すぐ上がってきたんで、すごく状態の良さ感じました。まあ、休み明けの前回がね、ちょっと足りない部分があったんで、まあ、体つきも見ても張りがありますしね、毛づやもすごく良くなってるんで、順当にね、上積みをが見込めると思います。続きまして、シャインガーネットですね。シャインガーネットはもともとね、ちょっと気難しい馬で、調教でも一息でガッていくところあったんですけど、まあ、最近はね、それが収まったというかね、非常にね、大人びてきましたね。今週はね、コースで、ウッドチップコースで単走でしたけどね、すごくコーナーまでね、コントロール効いて、で最後はね、自然な感じでね、足伸ばす感じでね、非常にあのバネ感ありましたしね、ストライドも大きくてね、まあ、すごい楽なタッチで、上がってきたんでね、本当なんか精神的に大人になったなっていう、以前はね、本当引っかかって大変だったんですけど、調教でもそういうとこないんで、まあ、良くなってる感じはしますね。続きまして、ナラーグレグ。ナラーグレグはね、先週の販路の調教、まあ、単走で軽めだったんですけど、まあ、ゴール過ぎた後にね、ちょっとヨタヨタっとしてつまずくようなところがあったんで、あれちょっと脚力が弱まってるなっていう感じが先週あったんですよね。で、今週はコースで、まあ、日経賞に出走するウィン・キートスとの合わせ馬、まあ、先行する形で外行きましたけど、なんかね、伸び負けてるというか、迫力負けしてる感じで、まあ、本来だったらね、こっちの方が短距離馬なんで、まあ、短い、追い切りは短い 1000m とか 1200m ですから、まあ、リードしてそのまま行ってもいいのになって感じだったのが、最後はちょっと煽られ気味だったんでね、そのあたりね、決してね、あのフォームのバランスはね、悪くはないんですけど、ちょっとなんか、もっと動けるんじゃないかなっていうところが個人的にはあるんで、ちょっと割引ですね。あとはですね、やっぱり、まあ、短距離専門にしてはあの飛びが結構大きな馬でね、ストライド走法なんで、そういった意味でもね、あの日曜日日割の予想なんで、重い馬場もどうかなっていうのフォーム見てありますね。続いてレイハリア、まあ大きくね、京阪杯負けてそこから立て直しての出走なんですけど、非常にね、あのいい感じでね、あの精神状態戻ってると思います。あの450キロ満たないぐらいの馬なんですけど、すごい体もね、膨らみがあってね、筋肉ついてますしね、今週はコースでしたけど、まあ、最後ね、本当軽くね、もう何にも近づけずにね、相手が離れていく感じで、もう最後までバネ感キープして、まあ、へそがちぎってたんで、すごくいい状態ですね。で、まあ、あのすごくね、こうあの なんていうのかな、あの道悪もこなすんですよね、この馬ね。そういうフォームしてて、まあ、ちょっとダートもね、こなす、道悪もこなすっていうね、そういうパワー型の走りなんで、まあ、小さな牝馬なんですけど、意外にやれそうですね。そんな感じですね、関東馬。中でもシャインガーネットが少し良かったかなって感じです。続いて関西馬の有力どころ、まあ、どっちかというとね、人気は関西馬なんで、まあ、そこが聞きたいところだとは思うんですけど、まず一番良かったのはグレナディアガーズ。すごくこれはもう素晴らしい仕上がりじゃないですか、今回に関しては。まあ、ある程度前に重心を傾けつつ、しかもあの足運び、前運びがもうテンポ良くて速いですし、で後ろの方もね、あの後ろ足がピタッとこういう締まってね、内側に。その分ね、爆発力が逃げずにね、もう地面しっかり捉えてるんで、今週は時計も出ましたね、ラスト楽なタッチで11秒9ですか。
前傾ラップでね、2ハロー目が12秒1ですから、本当理想的にね、最後ポンポンポンと伸びていった感じで、で、まあ、古い映像も僕見てみたんですけど、前はね、やっぱ小手先だけで走ってるんですよね。どっちかというと、あの体が入ってない感じで手足だけで動いてるって感じだったんですけど、今はね、本当重心傾き前に動かしながらグイグイ進む感じの力強さが出てるん で、先週の週刊ギャロップですか、まあ、1週前の馬体パドックチェック見ましたけど、まあ、1頭だけちょっと飛び抜けてね、本当彫刻のような、ビルドアップされた体つきでね、本当、申し分ない状態だと思います。本当体の作り的にも。で、今回はね、初めての 1200m、 さらにね、道割れですかっていうところの適性が問われると思うんですけど、まあ、サドラーズウェルズの流れを組むね、フランケル3区ですしね、あの重心の低い走り、力強さ、あとはね、まあ、レコードも出したように、このままスピードはあるんでね、1000人にもね、十分対応できると思うんでね、スタートさえ決めきれれば、いい競馬するんじゃないかなっていうのはありますね。続いて、レシステンシア。正直ね、先週の段階ではちょっと内に切れ込んで、さらにちょっと追い出してから外にフラフラっとするようなところがあってね、ちょっと重心が定まらないところがあったんですけど、今週ね、先週終えてそれがガラッと修正されましたね。まっすぐね、本当 足運びも綺麗に上がってきましたしね、それでいて、あの時計もね、52.7、37.9、12.1 ですか、まあ、上々に時計出ました。本当ね、なんか先週使って間に合ったなって感じですね。まあ、絶好調ではないんですけど、十分動ける仕上がりだと思います。続いてですね、18ガール、ちょっとやっぱりなんか全体的に硬く感じましたね、今週はね。まあ、もともとね、あったかい時の方がね、調子上がるタイプですしね、ちょっと今はいい出来ないのかなっていうのがありますね。ちょっと全体的に連動性に欠けたな、今週は。はい。クリノガウディね、岩田騎手が乗って、岩田のお父さんですね、乗ってね、まあ、このまま出してね、先週も 11.6 ですか、今週は 11.9、 しっかり反応できてね、もう力強さとかね、大きな書き込みで、本当このままらしいね、豪快さっていうか荒々しさがね、出てたんでね。まあ反響杯大敗しましたけどね、一回使ってこれはぐんと良くなった感じはありますね。あ、そうだ、関東はサリオスを忘れてましたね。サリオスはですね、前のチャンピオンシップと同じ時の、同じあの、クォーターサイズのブリンカーですか、して追い切りましたけどね、もう本当しっかり集中できてましたね。変に引っかかることもなく、直線まで落ち着いて、さらに手前もきちんと変えてね、その後、綺麗に走ってたんで、まあまあまあ、まあ、ブリンカーの効果もあるしね、精神状態は良さそうだなってなりますね。ただちょっと走りはね、やっぱスプリンターの走りじゃないんでね、今回はスタートと位置取りが鍵になると思います。あとはね、やっぱ道割のね、大阪杯のあの負けっぷり見るとね、道割はあまり上手ではないんで、そのあたりも少し心配ですよね。力はあるんですけどね、ちょっと個人的には半信半疑かなってところがあります。続いてダイアトニック。ダイアトニックはね、時計は出てるんですけど、なんかゴール前ね、重心が上がっちゃうというかね、ふわっと上に力が上がってきちゃってるんで、なんか萩谷勝ちましたけど、思ったほどさらにの上積みっていうのはちょっとどうかなっていう、逆に反動がちょっと心配になるような、僕個人はそういう動きに感じました。続いてトラベスーラですか。トラベスーラはね、もともとそんなに調教を目立つタイプではないんで、まあ今週はちょっと反応も渋い感じでね、どうなんでしょう、横ばいっていうか平行線って感じですね。続いてメイケール。メイケールはですね、まあ、突っかけしてね、引っかからないように、頭を上げないようにっていう、まあいろいろね、バグ工夫して調教してるんですけど、やっぱり内面的な難しさっていうのが出ててね、先週も今週もなんとか抑えてるって感じなんですよね。そういう行きたがる気性っていうか、引っかかる癖をね。で、前回シルクロードステークスはね、勝って、まあ、うまくいった感じですけど、まあ、根本的なものがね、まだ完全には解消されてないと思うんでね。
僕は過剰に息するようだったらちょっとね、軽視したいなっていうのがありますね。続いてライトオン Q。 ライトオン Q はね、去年ミヤハイ大敗して、まあ、その後1回しか競馬に使ってなくてね、順調さ変えてるんですけどね、まあ想像以上にね、うまく仕上がってるなっていうのを今週の調教見て感じました。すごくね、集中してね、いいフォームで、走れてたと思います。まあね、大きなね、チークしてね、すごく目立つ馬なんですけど、まあ、順調にここまでは来てるなっていう感じはしますね。あと競馬行ってね、息の問題がありますけど、そこら辺がね、本数が若干足りてないんで、息が持つかっていうところはあると思います。最後にロータスランド。ロータスランドは中に温州なんでね、コース半分としっかりやれてますね。特に先週のコース調教ですか、本当あっという間にね、両馬をかわしてちぎる感じだったんで、すごく走りに無理なかったですし、すごく体つきもよく見せましたね。あとやっぱり地面スレスレのフォームで走るんで、そういうタイプは道悪上手なんでね、まあ、このまま実際ね、道悪も勝ったことありますしね、2着も1回ということで得意な分野なんですけど、まあなるほどなっていう走りで、まあ馬場は問題ないと思います。あとはね、グレナディアガーズと同じように、まあ、1200m 行くのが初めてになるんで、そこがね、やっぱりいつものね、先行策が取れるのか、まあ、5手引くとね、結構力出せないタイプなんで、まあ序盤のスタートとね、流れに沿った競馬できるかっていうところはありますね。そんなところです。とにかくこのコーナーでは僕はですね、グレナディアガーズをおすすめしたいと思います。以上です。競馬エイトの横山でした。